東京チャンネル。東病チャンネルへようこそ。動画主の東病にゃん。今回ご紹介させていただく商品はこちらにゃん。キャンメイクさんより発売されました新作のメルティルミナスルージュティントバージョン全3色とジューシーピュアアイズ12番。こちらの4点をご紹介させていただきます。ぜひご覧ください。東病のレポートはこちらだにゃん。ジューシーピュアアイズ12番。お値段は税込み価格で660円です。メルティルミナスルージュティントタイプはそれぞれを一つ税込み価格880円です。ジューシーピュアアイズを開けてみますとこのような感じになっております。事前に使用していまして汚いのですが申し訳ないです。こちらのチップがついてきます。小さめなんですがすごく使いやすいチップです。3色入っていますので簡単に目のグラデーションを作ることができます。今回発売されました12番はベージュ寄りかな、ベージュ寄りのピンク色、オフィスメイクだったりだとかなんかきちんと感を出さないといけないような時のメイクにも使用していきやすいのかなと思います。こちらの締め色をのせてみますとこんな感じで自然な感じにアイラインをぼかしてくれますので、ナチュラルな仕上がりにしたい場合はアイラインの上にこちらの締め色をのせる、目力をはっきりと強くさせたい場合はこちらの締め色を塗った後にアイラインを引くというような使い方がいいかなと思います。ぜひお試しください。こちらの3色を手の甲に塗布してみます。A、C、B の順番に手の甲に塗布しています。ベースの A のカラーが血色感のあるベージュカラーになっています。そしてこちらのハイライトカラーっていうのかな、なんて言うんだろう、ハイライトカラーがオーロラ色の輝きをする多色ラメがたくさん入っています。 B のカラーの締め色が一番濃いカラーとなっておりまして、こちらの締め色一色だけでも使用できそうな感じのアイシャドウとなっております。涙袋にこちらの真ん中のカラーをのせてみます。涙袋にのせてみるとこのような感じになります。夢かわいいまではいきませんけど大人っぽい夢かわいい的な感じのアイメイクに仕上がりかなと思います。デートメイクとか今日はちょっと少しおしとやかにちょっと女子っぽく女子らしさをすごく出したいなという時の優しいアイメイクに仕上げたい時にぴったりなカラーとなっております。お次はメルティルミナスルージュのティントバージョンをご紹介します。以前のティントバージョンではないメルティルミナスルージュと同様このような可愛いハートのデザインが施されています。 T01 番は事前に使用していて汚いのですが3色を並べてみますとこのような感じです。T01 番、T02 番、T03 番の順で手の甲に塗布してみました。ティントバージョンのメルティルミナスルージュなのですが、透明感のある仕上がりになります。なので、唇に塗りましたという唇お化けみたいにはなりづらいリップになっているかと思います。私はあまりそのリップを塗りましたという感じの口紅が苦手なタイプなのでこういった軽やかなつけ心地のリップは非常に助かります。ピンクやオレンジリップなら T01 番、ベージュリップなら T02 番、赤リップなら T03 番がおすすめです。それでは以前に発売されて私が所有しています全5色のティントタイプではないメルティルミナスルージュも腕に
塗布してみます。全8色を並べてみますと、このような感じです。今回発売されましたティントバージョンの全3色は、このようにして並べてみますと、透明感のある仕上がりになります。以前発売されています01番から05番のこちらの5色なんですが、ザ・リップという感じの発色で、こっくりとした、はっきりとした発色な感じで、ティントタイプのリップよりも高発色な感じがします。以前発売されましたティントタイプではないメルティルミナスルージュは、このようにゴールドカラーのケースになっているのですが、今回発売されましたティントタイプのメルティルミナスルージュはピンクゴールドのお色のケースに入っています。並べてみますと、このように違いが、微妙ですがね、違いがあります。オープニングのメイクからこちらの新作のジューシーピュアアイズ12番とメルティルミナスルージュの T01 番を私は今日のメイクで使用しているのですが、裏の説明通りに塗布してみた様子がこのような感じです。まずこちらの A のカラーを付属のチップに取りまして、まぶた全体に塗布していきます。お次にこちらの C のカラーを指に取りまして、まぶた全体に塗布していきます。そして最後に B のカラーを付属のチップの際を使用しまして、目の際にのせていきます。アイラインはセザンヌさんの極細アイライナー R20 のブラウンを使用しています。また来た、おいで、今回の、あら、あれ、今回の侵入者は、じゃじゃん、今回の侵入者はこじちゃんです。どうもーって、こじです。メス猫こじです。来たの、来たの、あー、よしよし、このままここにいるのかい、このままここにいるの、ちょっとお化粧しにくいけど、まあいっか、ちょっと、おお、尻尾が邪魔だよ、尻尾が邪魔だよ、あ、こじちゃん、ラインがぶれちゃうよ。ビューラーとマスカラを出していきます。キャンメイクレイヤードルックマスカラ02番です。こちらのマスカラの濃ゆいお色の方を使用していきます。チークはキャンメイクグロウフルールチークス12番を。リップにはメルティルミナスルージュ T01 番を、メルティルミナスルージュ T01 番を唇に塗布した後に飲食して歯磨きをしてきました。このような感じで汚い剥げ方をしないリップなので、非常に私は気に入りました。今回発売されましたメルティルミナスルージュのティントバージョンも、前回のメルティルミナスルージュと同じように唇の荒れを防いでくれて、乾燥も防いでくれます。私結構唇をパリッパリに、もうせんべいかっていうぐらいカッピカピにさせてしまうことが多いのですが、こちらのリップを一塗りしているだけでしっとりうるつやなリップを手に入れることができます。お値段もとても880円とプチプラな価格で発売されていますので、ぜひぜひ皆さんもチェックされてみてはいかがでしょうか。もうやがて腕に塗布してから1時間以上経っていますので、どれくらいこちらの3点が色素沈着しているのか、ティント力がどのくらいあるのか、ティッシュオフして確認してみます。他のカラーもついでにティッシュオフしてみます。
いかがでしょうか。ティントタイプじゃない方が私は色持ちがいいように感じますが、皆さんはどうお感じになられますでしょうか。ティントタイプの方がなんか色持ちが、なんでだろう。1番05番がすごく色持ちがいいかなって感じます。色が濃ゆいからかな。あ、でもこことか見てみるとピントだからか、確かに色づいてますね、染まってますね。でも私全体的に思うのですが、メルティルミナスルージュは全部のお色が色持ちはいい方だと思うので、自分のお好きなカラーを選んで購入されてみてはいかがでしょうか。ティッシュオフしただけでは分かりづらかったので、クレンジングの入っている洗顔で腕を洗ってきました。メルティルミナスルージュのティントバージョンではないカラーの方が色持ちがいいのかなと感じました。今回発売されましたティントバージョンはちょっと透明感のある発色なので、色持ちがそんなに良くないのかな。こちらのメルティルミナスルージュの全8色の中で闘病一番のお気に入りを選ぶとしたら、T02 番のロゼミルクティーというカラーです。私のドンピシャ大好きな肌なじみの良いカラーで、毎日ずっと塗っていたい、そんなカラーです。ご視聴いただきありがとうございました。今回の動画はいかがでしたかにゃ。もしよろしければ高評価ボタンとチャンネル登録ボタンとベルマークの通知ボタンをポチってにゃ。それでは次回の動画でお会いしましょう。闘病でした。バイバーイ。